はい、どうもこんにちは。オーディオネミカサワです。今日はですね、こちらじゃないです。今日ですね、デジタルケーブルを買ったんで開封していきたいと思います。それでは行きましょう。こちらですね。出しますね。はい、こちらですね、ヤフオクで買ったんですけど、梱包は結構丁寧にやってくれたみたいです。ちゃんとこの説明書と、ちゃんと正規品の箱と梱包で入っております。ノードスとはですね、結構偽物が多いので、今回買ったケーブルがですね、BNC ケーブル、デジタルケーブルなんですけど、こちらですね、アリエクスプレスとかで見たら、偽物を売ってる感じなかったんで、大丈夫かなと思います。見た目もすごく本物っぽいです。ちゃんとね、こちらにシリアルも入ってますんで、間違いなく本物かなと思います。ノードストのヘイムダル買ったんですけど、USB ケーブルとかだと普通に偽物が存在しますんで、注意が必要ですね。これに関しては大体本物かなと思います。値上がり前はですね、大体新品でも1メーター確か5万円くらいだったんですよね。で、ペアで10万円くらいだったんですけど、今値上がりしまして、大体定価が15万円の、定価テロップで出しておきますけど、販売価格がですね、そこから 15% 引かれたような価格ですね。非常にお高くなっております。バルハラ入れたかったんですけど、ちょっと予算の関係上ヘイムダルになりました。箱ですね。箱はもうなんかいつも通り底上げされてんな。底上げされててふかふかが置いてあって、ユーザーマニュアルがあって、で、これね、そうなんですよ。このウレタンがね、ちょっと時間が経つ独特の香りがするんですけど、いつもの香りがしておりますね。いいよ。ついでにですね、こちらが以前買ったノードストのですね、USB ケーブルの箱なんですけど、大体、っていうか、ほぼ完璧の味ですね。見た感じ、違う部分っていうのは、ないですかね。プリントが、USB 2.0 なのか、デジタルインターコネクトなのかの違いですね。他は大体同じですかね。もしかするとこっちの方がロットがちょっと新しい可能性はあるのかな。こっち、ホコリかぶっちゃってんで、ホコリがすごい。ツルツル具合とか、大体同じです。発色は微妙にこっちの方が濃い感じがするんですけど、でもね、箱も普通に中古で売買されてますんで、箱が本物で中身が偽物ってパターンもあるんで、そこも気をつけないといけないんですけど、大体本物だと思います。はい、というわけでこちらがですね、ノードスのヘイムダル2、デジタルケーブルですね、75オームになります。一応これ中古で買いましたんで、アルコールでね、一回ささっと拭いておきたいと思います。これですね、インジ部分にアルコール当ててしまうと溶けてですね、剥がれてしまうんで気をつけてください。というわけでね、さっと一回拭いておきましょう。はい、よいしょ。で、今回ですね、こちらの RC は使わないんで取ります。端子の状態ですね。端子もですね、非常に綺麗ですね。あんまり使わなかったのか、BNC ケーブルってそもそもこう抜き差しするケーブルじゃないんで、そうそうこう、この辺が汚くなったりすることってまずないと思うんですけど、これは結構綺麗な個体だと思います。さっきね、拭いた汚れ具合はこんな感じですね。ちょっと汚れてるかなって感じです。普通に使ってたら、ホコリがつくんで、この程度の汚れは普通にあります。これはね、使わないんで箱に戻します。で、大体綺麗なんですけど、念のためですね、これ接点クリーニングしときたいんですが、こちらですね、ベビー綿棒ですね、こちら使って清掃していきたいと思います。端子のクリーニングって結構宗派がありまして、空拭き派とか接点復活剤とかいろいろあるんですけど、僕はとりあえずエタノールでやります。
綿棒の先もですね、全然黒くはならないです。普通に白いままですね。はい。というわけで清掃 OK でございます。このままですねクロックにつないで、動作確認していきましょう。まあ、中古にしてはかなり綺麗なんでね、まあ、あんまり使わずに売っちゃったのかなという感じですね。はい、で軽く今ですね説明しました。今使っているクロックがですねエセトリックの G02 ですね。でそれに、電源ケーブルがですねヘームであるで、あとですねこれクロックの BNC ケーブルがですねこれフジクラのケーブルですね。非常に硬くて太いです。よいしょ。デジタルケーブルでも基本的にあのケーブルは方向がありますので、まあ、矢印があるのでこの方向で入れようっていう感じで、クロックからロッシーニで合ってると思います。間違ってたらちょっとコメントください。です。そしてですねちょっとだけあの自分の自作アクセサリー宣伝するんですけど、こちらねあの水晶枕と呼ばれるものでございまして、電源プラグなどですねこのようにジャッキアップしてこう支えるものです。これね結構しっかり支えられててあんまりぐらつきないです。でねこうちょっと上にポンと乗せといてもいい感じかなと思います。ただねこれちょっとした振動でストンと落ちるんで、それがうずかったら別にこれ上げておかない方がいいのかなと思います。結構ね落ちるんですよこれつるって、まあ、なのでねこれちょっと気持ちです。気持ち、つなぎました。はい、こちらがですね先ほど取り外しましたフジクラのケーブルでございます。これもですね生産終了してるんですけど、これかなりコスパが高いケーブルなんでね、あの中古とか見たら押さえておいていいかなと思います。かなりコスパ高いです。であとですねあのデジタルケーブルに関しては本当にもうオーディオやっていない人から言わせるとですね、まあデジタルケーブル買いて何になるねんって話になるんですけど、まあ本当にねエビデンスはないですよね。数値的にどう変わるかって説明してって言われてもちょっとそれねできないかなっていう感じなんですけど、まあまあ聞いたらわかるみたいな、まあそれじゃちょっとね説明になんないなみたいな感じなんだけど、 DCS と Mac つないでるケーブルもこれヘイムダルの USB ケーブル使ってるんですけど、まあ、この USB ケーブルもですねあのしっかりノードストーンの音がするんですよね。そんなわけでねあのデジタルケーブルしっかり音が変わるんですけども、まあ、アリエクスプレスでね1万円の商品散財するよりも、まあ、ノードストーンケーブル5万円くらい、まあ、10万円くらいのものだったらまあなんか買っても問題ないのかなという感じで僕はしております。まあこれ完全に価値観の問題ですね。ですね今回このデジタルケーブルを変えたことによってですね、うちのシステムはまあほぼ9割ノードストのケーブルになりました。唯一ですねパワーアンプとブリアンプの間の 10m の XLR ケーブルがですね、まあ、これだけは本当にあのノードストにちょっとできなくて離れ使ってるんですけど、ここは本当に仕方ないのかなと思って、あのノードストであのチュール2とかヘイムダル2で見積もり取りました。引っ越した後にですね以前使っていたノードストのですねフレイの1の XLR ケーブル使ってたんですけど、そいつがですね届かなくなったんですよ 6m で。でそっからかなめの 10m に変えたんですけど、ノードストの方がいいよねって話にはなるんですが、さすがにですね 10m のノードスト買おうとすると本当にしんどいの であともこの 10m とかも買い替えとかなく一生ずっとそのままなんで、ですね 10m のケーブルって ほぼ中古で出てきませんので、まあ、特にノードストなんかね本当に出てきません。まあ、チュールとかね本当に10年に一度くらい出てくるかなくらいのレベルで、去年あたりオーディオゴンであの 10m のバルハラありましたけど130万円くらいしましたね。まあびっくりっていう感じですね。まあまあ、 あのそこまでケーブルこだわるかこだわらないかちょっと微妙なところなんですけど、まあ、とりあえずねあのフジクラ卒業ということでまあまあ良かったんじゃないかなと思います。じゃあちょっと電源入れていきましょう。ああ一つねミスりましたね。あの全部ノードストになったって言ったんですけど、このLANケーブルですね、このロッシーにコントロールしてるLANケーブルはこれがねこれねパイオニア製ですねこちら、まあ、とりあえずねあのこのままにしておきます。ここまであのノードストにする必要ないでしょうので、あとまあこれあの USB ケーブルがねこちらノードストになっております。まあ、あと XLR ケーブル、これチュール2ですね。ロッシーに入れてる電源ケーブルはですねこれノードストのバルハラでございます。はい、ちょっと見にくいんですけど、ここだけすまんって感じでね、このプリアンプからパワーアンプに出てきてるケーブルだけですね、これ必ずです。あとこっちがですね、KHD のですね、サートーン、
サートン、サーストン、サートン、サートンのケーブルですね。こちら、かなりおすすめです。すごく、なんだろうな、バンデンハルのケーブルにかなり似てますね、これね。ほんとすごい、使いやすいし、安いし、最高だったんですけど、会社がですね、ケーブルから撤退してしまいました。すごく悲しいです。まあ、一応レビュー動画撮ってるんでね、今後上げる可能性もあるんですけど、まあ、このケーブルね、アッコールドに繋いでおります。めちゃくちゃいいです、これ。ラックスマンのですね、プリアンプについてるのがですね、ノードスのバラハラなんですけど、こちら、旧モデルの、20アンペアタイプですね。なんで変換アダプターかましてます。なのでちょっと結構いびつな感じになってます。はい、というわけでね、こちらノードスのケーブル買ってみたんですけど、音の感想としてはですね、ここまでノードスと入れるとなんか劇的に変化する、劇的に良くなるって感じはしないんですけど、クロックってですね、デジタルオーディオの中では結構重要なパーツの一つだと思うんですけど、その中でもですね、クロックのケーブルって結構音の支配力が強くてですね、まあ、クロックの電源ケーブルとね、BNC ケーブルはなんかかなり反応がいいよとは聞いてたんですけど、まあ結構反応はいいのかなと思います。しっかりですね、デジタルケーブルなんですけど、ちゃんとノードスとのですね、抜けの良さだったりですね、まあ、若干なんか低音のこの押し出し感というか、アタック感みたいな若干減った、まあ、フジクラの方が強いのかな。まあ、フジクラの低域の黒さとかアタック感の方が強いと思うんですけど、まあ、ノードスと特有のね、ちゃんと綺麗な滑らかな音というかね、抜けのいい音にちゃんとなってますんで、デジタルケーブルちゃんと機能してるよということで、オーディオのデジタルケーブルに関しては本当エビデンスも何もないんで、まあ、やりたい人だけ本当にやってくださいって感じなんですけど、まあとにかくね、これを変えると BNC ケーブルはですね、かなり効きますんで、こだわってみてもいいんじゃないかなと思います。あとですね、空き端子がたくさんありますので、ターミネーター系のオーディオ今気になってますんで、まあそのうち買おうかなと思っております。まあでもね、まあオーディオも大体これで、まあ一段落というか、まあ大体もういい感じになってるんでね、これ以上やることはないのかなっていう感じなんですけど、まあなんかね、また衝動買いしちゃいましたら、まあこれ衝動買いですね、はっきり言ってまあ衝動買いしちゃいましたらですね、またこうやって YouTube にあげますんで、その時はですね、また動画を見ていただけたら幸いでございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、というわけでね、ノードストアカワチーという結果でございました。